俺もな。あ、大吾。今大型特番撮ってる最中でな。なんかコント番組なんだけど、俺がリーダーで、バリバリの若手集めてよ、コント作んだよ。あ、で来週かな本番が。で2週間前ぐらいによそのメンツこうみんなで集めてよ、まあ俺漫才師だから漫才は書くんだけど、コント書いたことなくてよ。でもなんとなくよ、20年もお笑いやってるしよ、まあできんだろうと思ってさ。後輩が不安な顔してるけど大丈夫だっつって、で頭の中でもう俺できてるっつって、集まれるのが1回しかねえんだよ。でこの前集まってよ、俺の頭の中で考えてたコント、バッチ決めてやった。おお、いいやん。そしたらよ、寝た時間7分なのによ、45分あった長すぎるな長すぎるな。で大丈夫だって言った手前よ、大丈夫な顔はしてんだけどよ、もう無理やろ。45分は7分にならねえそれどうすんねんこれから。だからよ、次本番なのによ、もういいって解散させて帰ってきた今焦ってる